カテドラルガンダム完成しました。いやー、パッケージを見てかっこいいと思ったんですけど、まあ、本体もなかなかかっこいいですよね。特にこの肩とこの胸のこの胸部の部分、北欧貴族みたいで、いいですよね。パーツが、市販で売られている果物寄せ集めなので一部余ってしまいました。まあ、これはこれで何か使えそうなんで、まあ、なんかに使ってみたいと思います。武器は、背中にバスターライフと、あとビームサーベルがついています。このビームサーベルは短いのと長いのがついています。あと、ここに、シールドと、あと付け替えの手が、あります。あとこの武器とシールドと背中のパーツを、付け替えることによって、クレッセントムーンボウという武器になります。それでは、合体させてみたいと思います。では、最初に後ろをこう取り外します。で、あとシールドも取り外します。取り外して、最初に、ここが倒れるので倒します。で、あとここを伸ばせるように伸ばします。で、あとここに、ちょっと突起があるので、これを爪で引っ張ってやると、こう突起物が出てきます。で、あとこれを外して、ここに付け替えます。で、ライフルはこれで完了です。で、突起が、このバックパックの前の部分なんですけど、ここの部分を安定にします。全部同じように安定にします。で、次はこの大きな羽の部分をこう反対に向けます。こちらも同じように反転させます。これでバックパックの部分は完成です。で、あとシールドなんですけど、後ろにこの付け替えの部分がこうなっているので、通常はこの状態なんですけど、こう倒すことによってここに差し込みができます。この差し込みをこのさっきのライフルにのこの部分に取り付けます。で、今度は、この突起の、さっき起こした突起の部分をこのウィングのこの2つある部分のこっちへつけます。で、次はこのウィングを起きるのを起こせるので、こっちも同じように両方起こしておきます。で、ビームサーベルの、この部分ですね、この部分がちょっとちっちゃくなっています。この部分をこのライフルの、ここに穴が上下に2つずつついているので、この部分を上下にちょっとカチッとなるまでつけます。そしてここの中の部分が、留め具みたいになっているので、このピンクのサービルの部分をこう留めます。反対も同じように
で、これで、鉄線とムーボーが完成です。では、カテトラルランダムで装備させてみたいと思います。こんな感じになります。やっぱかっこいいですよね。また勇者シリーズご存知の方は分かると思うんですけど、ゴルドランっていう、黄金勇者っていうのがあったんですけど、あれの武器みたいですよね。いやかっこいいですね。あと、この下のスタンド、付属のスタンドを使うと、まあ、いろいろポーズを取りやすくなっています。それでは、次回塗装をしていきたいと思います。それではバイブー。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。パソコンで見ている方は画面の登録ボタンをクリック、携帯スマートフォンの方は画面下の登録ボタンか説明欄のリンクからお願いします。またのご視聴よろしくお願いします。